武井照子天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、なんかね、自分の心の中にはまだ春は来てないんですけど、春の心地のいいあったかい風がこう吹いたことがあったんですよ。っていうのは何かって言ったらね、まあ僕この世界に入っても38年、それで前ちょっと配信したんですけど、まあ、あの視聴者の方で47歳で、友達作りするにはどうしたらいいですかみたいな、それに対して僕もう答えてて、僕自身友達いてませんと、まあその高校時代は友達とか言ってたけど、本当にこの世界に入ってなんかこう芸能界でもまあライバルであるし、心許せる人とか、ましてところ東京に来て誰もおらんわとかいうのを配信してたんですよ。それで突然ね、この前、メッセージが来て、それがまあ高校時代の友達なんですよ。で今仙台でね、学校の先生をやってるんですけど、もう俺と高校時代人生真逆の彼なんですよ。俺らも暴走族でわーってるって、リーダーでやってて、で彼は生徒会長、学校のリーダーとして、でもなんかテレビ行こうテレビ行こう言うてこう慕ってくれて、まあ二人なんかこう全然真逆なんですけど、なんかつながってたみたいな、かというと一緒にどっかで遊ぶとか高校時代そんなの全くなかったんだけど、まあどっちか言ったらこっちはこう不良の突っ張りで、彼はなんかその人生としての突っ張りであったような、お互いなんかヤンキー心は二つともあるような、彼とはなんかこう共感できるところがあって、まあ繋がってたんですけど、まあそれで、それはもうこの世界に入ってお互いがもう違う人生で何十年も。で、まあ、ある時何かのきっかけでちょっと会うこともあったんですけど、そんで、突然この前、メッセージが来て、送りたいもんあるから住所教えてくれ、みたいなんで、で、どないしたんやろうと思って、もうええよ、でもなら住所を送って。んで、まあ、仙台のメーカーが届くと思うから奥さんと一緒に、食べてくれ、みたいなんで、ほんで、送ってきて、これなんですよ。おー。高いやつですよ。これ、やつ送ってきてくれて。で、なんなんやろな、突然と思いながら、ふっと、それは、そういう理由は聞いてないですよ。大抵、俺の YouTube ずっと見てくれてるんですよ。んで、俺が今はもう友達とかおらんわ、とか言うてるあれを聞いて、俺は友達やぞ。っていう気持ちで、なんかお前にはおんねんぞみたいなんで送ってきてくれたような気がすんのよ。なんかすっごくそれが嬉しくて、うん、なんかね、この年になってね、なんかそういうのってありがたいなと思うし、かというでね、俺もなんで送ってきてくれたんやとかもそんなも聞かへんし、そんでいちいちこうなんか電話してありがとうなとか言うのもなんか照れくさいし、それでまあメッセージでね、届いたよありがとう言うてね、まあメッセージ送らせていただいたんですけど、これ高いやつですよ。これちょっといただきますわ、一個ね。ね、まあ本当にね、こういう、この年になってこういう風に思ってくれる自分っていうのはすごく幸せやなと思うし、ほんで彼も彼でこうやって俺を思ってなんかこういう風に送ってくるっていう、彼のやっぱりこう教師としての仕事として、なんかこう僕にもちらっとそれは言うてたんですよ。テレビ局がやってるタレント舞台とかお客さん相手にやってることを、お客さんの心をつかむとか、俺も学校の先生やってて教師をやって生徒たちの気持ちをこう、つかむとか、そういうところにはなんかこういう共通するところがあるし、照彦の言うてることですごくこう勉強になることもあるしみたいなことも言ってたような気がするんですよ。まあだから彼もね、高校時代に自分が刺激を得た先生がいてる、俺らの高校時代、先生いてましたよ。そうなんでね、まあまあちょっといただきますが、だから
高校時代、まあ、むちゃくちゃな先生もいてたよ。棒を持ってる先生とかもいてたけど、まあ時代が時代やから、でもそういう先生に刺激されて、金もいつか俺も学校の先生になってやるみたいに思ったやろね。でいざ教える側の立場になって、彼もそのまあね、あの生徒との関わり方でまあ悩んだこともあるだろうし、で逆に、あ、先生やっててよかったなとか思ったりとか、すごく僕はいい人生送ってるやろなって、逆に僕としても、あ、羨ましいなとか思ったりもしますけど、まあ全然真逆な人生を送ってますが、本当に、こういうふうにあったかい気持ちにさせてくれたことがすごくありがたいなと思いますね。ありがとうな。名前はちょっと言われへんけど、うん、食べてるで、ね。